九百九十二年のヤクルトスワローズでは、九百九十二年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、野村和也監督の三年目のシーズンであり、九百七十八年以来十四年ぶり二度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。前年十一年ぶりに A クラス入りしたチームは、開幕前には、その強力な打線から優勝候補に挙げられていたが、 一方で、投手陣は、前年14勝を挙げた、川崎健次郎がキャンプ中に負傷し戦線を離脱し、先発投手が西村隆二と岡林洋一だけという苦しい状況に陥った。阪神との開幕に連戦を1勝1敗で終えて、迎えた4月7日の対中日戦で、右肘の故障で長年離脱していた高野光が先発し、 打線の援護もあり1076日ぶりに勝利投手となる。高野はローテーションに加わるが、先発は手薄な状況は解消できず、4月は10勝10敗の3位で終える。4月30日の夜に1978年の初、優勝時の主力打者だった大杉克夫の不法が伝えられ、反旗を掲げて臨んだ翌日からの巨人との3、連戦は飯田哲也が、攻守に渡り活躍。 3日には、大杉の背番号8を継いだ、広沢勝美の満塁本塁打で巨人を3立てし、その後も連勝を7まで伸ばし初めて首位に浮上。5月16日には、右肩の故障で戦列を離れていた、伊藤明光が1029日ぶりの勝利を完封で、飾り復活。その後は、広島や阪神との首位争いを続けていたが、7月に入ると、 前月から調子を上げてきた巨人に3盾を喰らい、巨人に、首位の座を明け渡し3位で前半を終える。後半戦は、首位巨人との3連戦から始まったが、前半戦で8本塁打と振るわなかった、新外国人、ジャック・ハウエルが2試合連続で、本塁打を放ち巨人を3盾、首位の座を奪い返したチームは8月には7連勝をマークし、 最大で2位に4.5ゲーム差をつけて優勝が見え始めた。しかし、投手陣が苦しいことに変わりはなく、9月2日の対巨人戦で、中継ぎの小坂勝人を先発させ、2回からベテラン、三浦俊夫を投入する、奇策が失敗し大敗するとそこから崩れ、岡林を抑えに回す、苦心の策も実らず9月5日からチームは、泥沼の9連敗。9月13日には、 広沢勝の通婚のトンネルで、阪神に、サヨナラ負けを喫死首位から陥落し、その後3位にまで転落する。9月24日、右ひいの故障や、追患板ヘルニアなどで4年以上も、戦列を離れていた、荒木大輔が一軍に復帰その日の対広島戦で1541日ぶりに、当番荒木に勝ちはつかなかったものの、これに奮起した。 古田敦也が決勝本塁打を放ち、インタビューで、荒木さんが救世主なんだと信じてと発言するなど、荒木の復帰はチームの士気を高めた。9月26日には再び首位に返り咲くが、その後岡林が広島相手に2度もさよなら本塁打を浴びるなど4、連敗し、混戦から抜け出せない。首位阪神と1ゲーム差で迎えた10月6日の首位、攻防戦で、 野村監督は岡林を1ヶ月ぶりに先発させる。岡林と中田浩二の行き詰まる投手戦が続き、迎えた7回裏、不審が続いていた。広沢勝が中田から、バックスクリーンに一発を放ち、その一点を岡林が守って完封し、ヤクルトと阪神が同率で順位に並ぶ。翌7日は先発伊藤が打たれ、9回表まで1から3と苦しい展開。しかしその裏、 阪神の中込め神、湯船敏郎が崩れ同点に追いつくと、最後は荒井幸男がサヨナラ打を放ち再び単独首位に立つ。9日の対広島戦を、ベテラン隅藤雄の3ランで勝利し、優勝に王手をかけ、敵地甲子園で迎えた10日の阪神との直接対決では、後半戦だけで30本塁打を打ったハウエルがに、打席連発でリードを奪い、8回には広沢が、とどめのソロ。 投げては先発荒木が5回1失点と高騰し、6回途中から当番の伊藤が最後を締めくくり、半信半の罵声の中で野村監督が宙に待った。14年ぶりに出場した日本シリーズは、シリーズに連覇中の王者西部が相手だったが、第一戦で12回裏に、ベテラン杉浦とるが、代打サヨナラ満塁本塁打を放つ劇的なスタート。 その後3連敗で大手をかけられるが、第5戦で池山龍艦が10回に、決勝ソロ、第6戦でも、畑新人が10回にさよなら本塁打を放ち逆王手をかける。投げては岡林が、第1戦を12回艦投勝利、第4戦は8回1失点も、敗戦投手となり、最終第7戦では、石井武博と投手戦を演じたが、延長10回に、 秋山康二の義費で失点し力尽き、打線 YC を攻略できず、敗れ、14年ぶりの日本一は惜しくも逃した。ありがとうございます。